生に大切なものは、美味しいコーヒーと心地よい音楽、静かな時間、それから突然の出来事が起こって世界がちょっぴり変わること。はい、喫茶ライオンです。もしもし。あ、緑。うん、この後、なんで私なの？そりゃ暇だけど。わかった。じゃあね。たとえそれがバイトを一日代わってくれという友達からの電話でも、私の人生は少しずつ動いていく。お先に失礼します。いらっしゃいませ。こんにちは。それからもちろん恋をすること、片思いの恋でもね、はい、それが私の大切な毎日。来たよ。誰か風邪ひいちゃったの、本当ごめんね。私っていつもこう、頼まれると断れない。なんで嫌だって言えないのかな。もうなんで私みたいな可愛い子はこんな古法の中に埋もれてなくちゃなんないわけ。世の中間違ってる。もう最低。もう嫌になっちゃうな。万引きだと思った。ごめんなさい。本屋で働いてるくせにレモンも知らないんだ。何それ、八百屋じゃあるまいし、本屋とレモンは関係ないでしょ。これって爆弾なんだ。いや違うよ、僕の心の中の爆弾。そういう小説があるんだ、梶井元次郎のレモンっていう。本屋にレモンを置いとくと世の中が全て変わってしまうって感じる主人公の話だから、これが世の中を変える爆弾。そっか、世の中を変える爆弾か。自分を取り巻いてる世界を変えてみたいって思ったことないですか。あるけど。だからこれが爆弾。さよなら。爆弾か。私は今まで引っ込み思案で自分の本当の気持ちをなかなか言えずにいました。でもあの古本屋さんでの事件が私に勇気を与えてくれたんです。好きな人に思いを伝えよう。もしかしたらこのレモンは本当に爆弾だったのかもしれません。何が始まったわけでもないのに、なんだか世界が変わった。
って見えた。なんだか嬉しかった。私はもう今までの私じゃないんだから。とにかく読んでください。あ、はい。ダメなのよ。いいじゃない、暇なんでしょ。ダメだってば。いいじゃない。あ、ちょっと待って。はい。あの、やだ八幡山くん、どうしたの。え、みどり知り合いなの。紹介するわ、新しいボーイフレンドの八幡山くん。嘘。中森さん、僕、元気なさそう。世界は変わった。思いっきり悪い方にね。そっか、ごめんなさい。いいの、あなたのせいじゃないから。そっちは。とりあえず新しい友達ができた。へえ、どんな。気が小さくてすぐくよくよする女の子。でもまだ自分の良さに気づいていない。私？うぬぼれるな。何それ。ま、そのうちわかるさ。いつ？ほら。あ、行けよ。でも、せっかくの爆弾、不発に終わらせる気？わかった。こそ謝らなきゃ。ちゃんと話せなくて。いいえ。みどりさんのことは誤解だよ。え？じゃあ。手紙ありがとう。嬉しかったよ。僕も前から君のこと気にしてたんだ。本当？本当。あ、新しい友達紹介する。うん。あれ？どうしたの？まいったな。